キの木はこの祠を守ろうとしていたんでしょうか。わからない。でも祠を守るということはその産砂としての大地を守ることに通じるのよ。そして今日本の各地に現れている立ち枯れ現象も、もしかしたら荒神ってわけ。日本中の大地が人間に怒りを持っているとしたら、そして一斉に怒りを爆発させたら、考えるだけでも恐ろしいことね。